ハイ軍は中国にかつて存在した軍。現在の安徽省の北部、河南省の東京部、チャンスー省の北西端、山東省南西の一部にまたがる。漢所によれば旗が設けた止水軍が前身である。Y が犠水、水、止水が流れたことから死仙軍と命名されたものが合気されたものとする説も存在している。信代の軍地は愛、県に設置され、 現在のチャンスー省南部助州市周辺から、河南省南東部及び安岐省、ワイ北市、宿州市などを管轄していた。廃券出身の劉邦が官庁を建てると、市水軍は廃軍と解消され、旧市水軍の法上及びその付近には祖国が設置された。所轄は37県。愛県、劉行県、竹県、国陽県、商県、公県、 県、鉱石県、下彩県、豊か県、単県,県、県、県、二十県、長与県、山川県、高級県、不利県、京急県、夏、岡県、県、廃県、冒県,県、県政県、情報県、県平ら県、県、立県、タスク用県、公県,県、甲芝県、氷用県、平野県、東房県、林都県、犠牲県、記号県,県,県である。 全巻末に409,079個、203,480人が、あった。新の時代に我府軍と解消されたが、五冠で戻された。五冠になると、敗軍は、敗国と改められ、旧敗軍南西部は、助南軍に移管された。三国時代になると、敗国、県出身の曹操が、議長を建国、敗軍の大部分を新設した。 将軍の管轄とし、敗軍はわずか9県の管轄とその規模は大幅に縮小している。南北朝を末期、北州により、敗軍は、北条軍に編入され、敗軍の行政区革名称は消滅した。AB 半ン肝臓地理士、第8条。小竹武尾役、肝臓さん、311ページ。新徳優、旗はじめ三36軍進行。 北京大学中国古代史研究中心、ハンコ、漢女地理史、第8条。小竹武夫役、漢女さん、311から314ページ。ありがとうございます。